荒川選手、静岡産業大学岩田ボニータとの勝利、おめでとうございます。今の気持ちを教えてください。今日はお暑い中、たくさんのご声援ありがとうございました。本当に10人になってしまって苦しい戦いだったんですけど、集中して本当に次につなげれるゲームができたと思います。ありがとうございます。静岡産業大学の、チームとはこれまで無敗できている非常に大事なゲームでしたが、どんな気持ちで試合に臨みましたか？勝とうと思って臨みました。まさしくその通りです。さあ、その得点シーンですが、左サイドからの、クロス、ヘディングシュートでしたが、どのような気持ちで、得点を狙っていったでしょうか？まあ、さっきがいい状態でボールを受けれたので、こう、中に入って信じてたら、ボールがいいボールが来たので、本当に触ろうっていう感じでヘディングができました。ありがとうございます。荒川恵子選手です。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。もう一度あるんです。内田選手、内田崎選手、内田から内田が先なんだ。まだ、はい、荒川さん、小林選手、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、もう一方、内田選手、内田崎選手です。お疲れ様です。今日はどのような試合でしたか？毎回個人的には得点取ることを意識してやってたんで、今日はすごいいいボールが荒川さんから来たんで、落ち着いて決めようと思いました。左からのクロス、非常に、素晴らしいトラップからの右足のシュートでした。内田崎選手も、10人になってからどのような気持ちで、ゲームを進めていたでしょうか？そうですね、まあ、個人的にはその得点、自分が得点を取るっていう役目も意識して、あとはいいボールをなるべく仲間につなげるように、あとはボールを失わないように意識してプレーしました。ありがとうございます。それでは皆さんのリクエストに答えまして、ゴールキーパー途中から出場しました小林舞子選手も、もう小林さん今日すごかったよ。本当にすごいの。ナイスだ。ナイスゴールキーパー小林選手、今日は難しい時間帯からの出場、そして、PK ということでしたが、どのような気持ちでしょうか？入る前に山郷さんとちょっと抱擁して、山郷さんの気持ちをこう受け止めたので、もうこれは絶対チームのためにも止めなきゃいけないなっていうか、入って絶対勝つ試合をしなきゃなと思いました。はい、その後も、今シーズン初出場ということになりますが、落ち着いたプレーだと思うんですが、どのようなホームゲームでしたでしょうか？はい、そうですね、ベンチで見ることが多かったんですけど、でも自分が出たときにどうしよう、どういうふうにやっていこうかなっていうのはいつも見ながら想定していたので、入ったときは、まあ、自分らしくというか自分の力を出そうと思っていました。ありがとうございます。小林舞子選手も大きな拍手をお願いします。